始まりました、寺子屋チャンネル。今回はかけっこ教室ビート AC 東京の授業に潜入しています。前回の動画では走り方の基礎と運動神経を鍛えるコーディネーショントレーニングの授業に密着。暑い夏の日にもかかわらず、ラダートレーニングやスタート練習、リレーなど様々な練習メニューで元気に走り回る子どもたちの様子をお届けしました。今回はインタビュー編。まずはこの教室を設立した新井先生にお話を伺いました。それでは先生にインタビューしていこうと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに、この教室が作られた経緯であったりきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか。私と代表の五箇谷というもので立ち上げたスクールなんですが、卒業団まで陸上競技をやっておりまして、後進に伝えていきたいなという思いがありまして、一番下のジュニア世代、小学生だったり、さらにその下の世代に走る楽しさだったり、走り方っていうところを教えていくことで、走ることっていうのは陸上だけではなくて他のスポーツにも生きるので、そういう走りの基礎を教えるにはやっぱりジュニア期が一番いいんじゃないかっていうところでこのスクールを立ち上げました。で、続いてこの教室の特徴であったりとか、そういったものはございますか。はい、陸上競技、かけっこを伝えて教えているスクールなんですけれども、その中でただ走ることだけではなくてコーディネーショントレーニングというトレーニングを取り入れております。で、それは、どういうものかっていうと、運動神経を高めていくようなトレーニングになるんですが、よく言われるところで4歳から12歳ぐらいをプレゴールデンエイジだったりとかゴールデンエイジと呼ばれている神経系が育っている世代年代になるんですが、その年代に適したトレーニング、そのトレーニングをしていくことで、まずは運動神経を高めていくこと、でさらにはそこから運動神経を高めたところでかけっこの陸上のトレーニングをやっていくことで、より効果の高いトレーニングができるんじゃないかなと思って、そういうものを取り入れています。あと特徴としましては、毎回レッスン後に最後スピーチをやっておりまして、その日のレッスンで楽しかったことだったりとか、逆に悔しかったとかできなかったことっていうところを振り返って、じゃあ次来週のレッスンだったり次回来るレッスンでどういうことを次やっていきたいかっていうことを、みんなの前で言葉にして発表してもらうっていう時間を作っています。この教室で大切にされている指導方針、どういったものがありますでしょうか。幼稚園は遊びながらその中にトレーニング要素を入れて楽しくやるっていうところがコンセプトにしているんですが、小学生、高学年になるにつれて、一見トレーニングなんですけど、その中に少し楽しい要素を入れて、それを、トレーニング自体を楽しむっていうことをコンセプトにやっています。この教室を通じてどのように成長していってほしいと思いますか。はい、これはもうずっと走ることを好きでいてほしいなと思っています。陸上競技に限らずいろいろなスポーツで、活躍してほしいなと思っています。でそれでやればもうどんな風な形でも構わないんですが、一つの夢としては我々のスクールを通して将来オリンピックであったり世界大会で活躍するような選手が育っていったら、それはそれですごい夢が広がるなと思ってコーチとして指導を当たっております。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは保護者の方にインタビューしていこうと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに、お子さんをこの教室に通わせようと思ったきっかけって何だったんでしょうか。はい、まず一つはですね、子供が、七夕の時に短冊に足が速くなりたいということを書いておりまして、陸上がいいなと思いまして、こちらの教室に通わせることになりました。この教室のいいなと思われるポイントってどういったところでしょうか。はい、まずは技術的なところで、足が速くなるなというところ、もう一つはですね、必ずレッスンの最後にスピーチというのを行っているんですけど、そこで人前で話すということ、恥ずかしがらずに自分の思いを伝えるということは、将来、きっと役に立つなと思って、それを若いうちのからこう経験を積んでいくということはとても大事だと思っているので、その2つが、この教室のメリットだなと思っております。そのスピーチというのは、こう自分の目標であったりとか今日の練習の感想っていうのを話す場なんでしょうか。そうですね、今日うまくできたこと、そしてうまくできなかったこと、それを、自分の口でフィードバックで何気なくこう口に出すことによって、親も毎回見てるんですけれども、そこで親の思いと子どもの思いというのが、両方共有できれば、で家に帰っても、共通の話題ができるというところがとてもいいと思っています。ありがとうございました。本日はよろしくお願いします。お願いいたします。この教室のいいなと思われるポイントはどういったところでしょうか。
走る、スタート練習ですとか、まあ、走る方法を教えてくれることはもちろんのことなんですけれども、まあ、この教室の特徴として最後に今日やったレッスンの振り返りをされるんですね。人前で話すということが苦手ですので、まあ、こういう体験というのは走ること以外でも貴重な体験なのかなと感じております、はい、お子さんにこう目に見える成長であったりとか変化っていうのはございましたか？学校でこう手を挙げたり発表することっていうのはまだ1年生なんですけども、まあ、当初はあまりできなかったんですけども、まあ、毎週のこういうレッスンの積み重ねてで今はまあ授業中でもこう手を挙げて先生の質問に答えてるっていう話を聞いていると、あ、成長したんだなと。先日運動会があったんですが、運動会で、まあ、1番を取ったんですが、まあ、その時に子供がとても喜んでいて、まあ、こちらとしても良かったなと思いました。それとですね、その1番を取った時に新井コーチのおかげだと言われて、まあ、感謝の言葉を聞くことができたので、とてもそれは子供が成長できたタイムだなと思っております。自信をつけるとともにこう他人への感謝の気持ちを学べたというところがやっぱり目に見える成長だったということですかね。そうですね、普段あまりその感謝の気持ちを述べるという機会がなかったので、そこはもうとても嬉しかったなと思っております。はい、素晴らしいと思います。はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。皆さん、インタビュー編いかがでしたでしょうか。寺子屋チャンネルでは習い事の選択肢をもっと増やしたい、そんな思いから今後もリアルな習い事事情をお届けしていきます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。